伊達綱宗は江戸時代前期の大名。道の区国仙台藩の第三代藩主。伊達氏の第十九代当主。神は十四位下。左小野江県少々、陸守、三作守。第二代藩主、伊達忠宗の陸奥として誕生する。母は側室の海姫。幼名は美之助。母が五歳天皇の母方のおばにあたることから。 綱宗と後彩天皇は、重慶帝関係になる。海姫は早くに病没したため、忠宗の性質、藤姫の養子となった。仏夫であったが、正法二年の兄、高僧の溶接により、着難となり、忠宗から、自身の後継者と将軍に披露された。女王を三年に元服し、徳川家綱から一時を拝領して綱宗と名を、改めると共に従要位した。 三作守るとなる。万事元年7月に父、忠宗が亡くなり、9月に幕府から家督相続の許しを受けたことで、仙台藩第三代藩主となる。綱宗は、若年で家督を継いだが、主職に溺れて、反省を帰り見ない暗具な藩主とされている。さらにはおじにあたる道の食い血の赤藩主、伊達宗勝の政治干渉。 そして家臣団の対立などの様々な要因が重なって、藩主として不適格とみなされて幕名により、万治三年七月十八日、不作法の義務より二十一歳で隠居させられた。家徳は、綱宗の二歳の長男、亀千代が継いだ。この間の経緯であるが、池田光政、立花正しげ、京国高国らが手家と、遠赤関係にある大名やだて胸が相談し合い、 幕府の老中、堺忠清に願い出て、堺に、伊達家のカローラをきつく叱らせ、綱宗に意見してもらうことで一致したが、綱宗は、堺の教意見に耳を貸さなかったため、三政や、宗勝らは7月9日に綱宗の隠居願いと、亀千代の相続を願い出て7月18日に、武作法の儀が条文に達したため、筆則を命じるとの上位が綱宗に申し渡されている。 なお、7月19日には、宗勝の命令で、津波宗胸近親の渡辺九郎左衛門、坂本八郎左衛門、畑横衛門、宮本又一の4人が成敗された。伊達家の生死、地下記録には、小割筆足とのみ記され、徳川三木では主職に溺れて、家臣の意見に耳を傾けなかったことが筆足の原因と記されている。津奈自身は、その後、 品川の大井屋敷に隠居し芸術に、傾倒していったと言われる。綱宗が主職に溺れ、わずか2歳の長男、綱村が藩主となったことは、後の伊達騒動のきっかけになった。しかし、伊達騒動を題材にした特本や芝居に見られる、吉原三浦屋の高尾太夫の身受けや吊るし切りなどは、俗説とされる。これに対して、綱宗は5歳天皇のいとこであることから、 幕府から警戒されており、藩主交代そのものが、仙台藩と朝廷の連携を恐れた幕府の圧力で、あるとの説もある。実際の津波宗は風流人で諸芸に通じ、河は、河野探幽に学び、和歌、書、薪絵、刀剣などに優れた作品を残した。特に絵画の評価は、専門の絵師にも引けを取らないとされ、津波宗作の、憲法着色令称女、ボタン、不要図や、 花長図屏風は仙台市博物館に所蔵されている。聖徳元年、江戸で没死した。去年72、法名は、賢章院伝大山全員に大孤事。綱宗の遺体は仙台に運ばれ、祖父、正宗、父、忠宗が眠る京が峰に葬られた。綱宗の墓所は、全能殿と呼ばれた。第二次世界大戦中の仙台空襲で、正宗の墓所、随宝殿、 忠宗の墓所、感染伝と共に消失した。昭和56年から再建のための学術調査が行われ、その結果、綱宗は身長155センチメートル、血液型は A 型で、死因は、歯肉眼であることが明らかになった。また、服装品には、文房具が多く、綱宗の芸術好きが色濃く現れている。なお、遺骨を参考に作られた。 復元模型が随法殿の資料館に展示されている。ありがとうございます。